どれにしましょうか。決めました。合点承知だぜ。いってらっしゃい。さてと、あたいの相手は相変わらず鋭い攻撃だし、これはいい勝負ができそうだぜ。勝負？そうだよ、強いやつと勝負するのはワクワクするぜ。なんでワクワクするん？なんだよ、興味なさそうに。こっちは修行でレベルが上がってんだぜ。こないだみたいにはいかないからな。そうな、そしたら逃げさせてもらうわ。人を呼び出しておいて逃げるやつがあるだ。カツラギ舞い忍ぶぜ。任務開始からの、オラオラオラからの、オラよ、からの、これでどうだ。100連戦突破くらえ、そらからの、くらえ、これでどうだ。目障りだ。に負けてからいっぱい修行したんだぜ。さあ今度こそ相手をしてもらうよ。
なんで相手せなあかんの？どうしてって、あたいが強くなったのを確かめたいんだよ。せやったら別の人とやればええやん。それじゃ意味がないだろう。なんで？強さなんてなんぼでも確かめる方法あるやん。っていうか、あんたとやらなきゃあたいが満足できないんだよ。あんたは強い、だから戦いたい。わかるだろう、この気持ち。いや、全然わからへんわ。かぁ、まあいいや。だったら、あたいの拳でその気にさせるまでだ。カツラギ、正義のために舞い忍ぶぜ。いい勝負だったぜ。ほい、握手握手。なんで握手せなあかんの？戦いが終わればノーサイドだろ。理解でけへん考えや。それにあんたは勝ってへん。なんだよ、負け惜しみかよ。そんなにあたいに負けたのが悔しかったのか？悔しいと思ったことないで。嬉しいやら悲しいとか、そういうのもようわからん。感情っちゅうもんがないんやから。感情がないって？友達とバカやっては笑って、美味しいものを食べては喜んで、
っていうのがないっていうのか。何を言うとるんか分からへんな。嘘だろ。嘘はつかへん。せやからあんたが買ってへん言うのはほんまやろ。理由はいずれ分かるはずや。なんなんだよあいつ。マジで？